2日目最後の決勝種目、続いては男子 100m 決勝です。学生会最速スプリンターが決まります。最速を争う男子 100m は混戦模様。そして今84番が映っていますが、こちらが早稲田大学の井上直樹。予選で更新した自己ベストを準決勝でも更新し10秒30、このタイムでユニバ派遣標準もクリアしました。その井上は6レーンに入ります。この大会は今年の夏に中国成都で行われるワールドユニバーシティゲームズの代表選考会、学生個人ナンバーワンの称号と学生日本代表をかけた一戦です。準決勝で自己ベスト、そしてユニバ派遣標準もクリアした井上。スタートしました。いいスタートを切った4レーンの島田、隣を走る林も上げてきた。2レーンからは稲毛、3レーンの中村が来た。中村先頭、中村先頭、いや6レーン井上が来た。速報10秒21、追い風 1.7m、素晴らしい記録が出ました。公認タイムはどうか。優勝は6レーンの井上直樹、早稲田大学2年生。予選からキープしてきた調子の良さ、この決勝でも自己ベスト更新の10秒19という素晴らしい走りを見せました。この井上、ユニバに向けても素晴らしいアピールに成功です。予選で更新した自己ベストを準決勝でも更新し、そしてこの決勝でもさらに自己ベストを更新しての10秒19という素晴らしいタイムで個人選手権優勝を決めています。さあ、そのレースを振り返りましょう。スタート横並び、中盤からぐいぐいっと出てきたのが6レーンを走っている井上でした。中村と競りながら1着フィニッシュは井上。正面からの映像です。軸のぶれない素晴らしい走りを見せてくれました。では見事優勝されました早稲田大学の井上選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。決勝レース素晴らしい走りだったと思いますが、振り返っていかがですか？そうですね、準決勝で少しふくらはぎをつってしまって、で、まあ、その影響が少し残ってて不安なレースだったんですけど、まあ、スタートした時に飛び出したんで、後半は持ち味なので、まあ、しっかりいけたと思います。10秒19、このタイムについてはいかがですか？そうですね、まあ、レース勝ち切ったっていうことがまず最初に良かったので、タイムは後からついてきたんですけど、まあ、この冬に10秒1台を出すトレーニングっていうことで、まあ、しっかり積んできて、で、まあ、今日3人残りましたけど、稲毛さん、海進さんと、まあ、質の高い練習できたので、まあ、タイム的には、まあ、ちょっと早かったですけど、出るタイミングは、まあ、あんまり驚きはないです。じゃあまだまだタイム伸ばせるなという自信というか手応えは感じてますか？そうですね、まあ、今日 1.7m 吹いてるんで、まあ、しっかりフラット風フラットでも1台出すっていうのが、まあ、しっかり日本選手権とかこの先世界で戦っていくのに大切だと思うので、まあ、しっかり走りたいと思います。ユニバーシティゲームズの選考という意味でも大きなアピールになったと思いますが、そこについていかがですか？そうですね、まああんまり意識してなかったので、このレースはしっかり勝ち切るということで、まあ、そこにタイムとユニバがついてきたっていう感じですか、ね、では最後に今シーズンの目標意気込みを最後教えてください。はい、まあ、このまま順調に行くような陸上人生を送ってきてないので、まあ、挫折とか、まあ、悩むところもあると思うんですけど、まあ、しっかりまあ、トップスプリンターの仲間に、まあ、入れるようにしっかり質を上げて、まあ、同じぐらいのタイムをしっかり出せるようにコンスタントに思います。ありがとうございました。優勝されました井上選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。